はね、奥さんの誕生日なんでね、またまんまの方にやってまいりました。まあ、これからね、ちょっとこういろいろとね、食べていきたいと思います。ちょっと夜になって寒くなってきたのこれ。おめでとうございます。はい、はい、乾杯。はい。それはノンアルやな。ノンアルコール。これはユーアル。ハッソン。アンギもやで。あ、アンギも入ってるな。ちっちゃいな。こちらは生姜煮でございます、ね、あ、生姜煮、はい、うん、書いてます。美味しそう。シーデワオ、なぜ、はい、この人参の鍋とか、まだ後で本人からね、鍋のスープ、美味しいな。美味しい。編集してどうなるか見てみたいですね。そうやね。編集が大変。いらっしゃいませ。すいません。でかい。じゃあ全然男前なんで、顔も大丈夫です。男前や。すいません、ご飯失礼します。どうぞ。失礼します。カニ新庄でございます。カニ新庄、ありがとう。美味しそう。うわ、柚子のいい香り。上にポン酢がかかってますんで、ちょっと混ぜ込んで、そのまま注意ください。お隣にはですね、戻りガツオのわら焼き、最後に白身の魚、本日締めた、長崎の天然のクイーンでございます。はい、お願いします。ありがとう。うまそう。あ、そう、僕は水槽から締めたてのクイーン。あ、そう。はい、おいしい。あ、そうなんや。あ、そう。やるなぁ。朝早くからやるとは思っとったけど、やるなぁ。顔も真っ赤っかなっとるけど。美味しいですよね、ほんとに。コリコリしてるの、ほんと初日だけなんですよね。あ、そう。はい。へぇ、こんなお前、カスーラから帰ってきてまだすぐこんなん食うて、バチ当たるわ。牡蠣の松前焼き、昆布の香りがすごい。ものすごい、ものすごいええ香りやな。今でも本当 YouTube とか美味しそうに食べてはるな。魚介類大好きやもんな、お前。うん、よかったな。これでいつ死んでもええな、もう。フグの唐揚げ美味しそう。うまいで、これな。
たまにすぐ違うんか、フグ。あ、好きやな。何でも好きやな、食べるもんな。美味しそうに食べるもんな。ええことや。俺は好き嫌い多いけどな。でもこれは食えるぜ。あのトロだけ欲しいな。トロ撤回しましょう。お前食べるか、ええか、食べれるか、全部食べてからしようか、全部食べてから、うん、りょうちん、りょうちん行ける、あーそれ、あ、店長、店長、りょうさん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 、続いてなんですけれども、こちら大根のしけこの炊き合わせになっています。おー、ありがとう。しけと。しけソーダのものですね。いわゆる、明太子になる。うん。ご飯の方が湯葉のあんかけご飯でございます。美味しそう。うまそうですな。締めのご飯は湯葉のあんかけご飯です。どないですか、湯葉丼は。めちゃくちゃ美味しい。うまいな。あんがうまいしな。俺も完食やで。完璧完食しました。美味しかったです。ごちそうさんでした。お茶なんかでもな、なくなったら減ったらすぐ入れ替えてくれて、おしぼりもなすぐ変えてくれるし、やっぱりサービスいいです。うん、デザートの柚子のアイスクリーム、お茶のご接待も、しかもまた書いて新しいお茶を入れてくれました。サービスいいな。今日はペリカンの嫁が誕生日なんで、こんなね写真もねお店の方から撮ってもらいました。顔真っ赤やな、ほんまに。よかったな。ありがとうございます。どうでしたか。堪能できました。美味しかったな。はい、勝浦行って帰ってきたその日にな、こんなん食うたらバチ当たるわ、ほんまに。あ、外は寒い。まあここ食べて懐も寒くなったけど外も寒いね。まあここはねちょくちょくね食べに来てるんですけど、仲間で来たり夫婦で来たりね、まあいろんなメニューがあってね、結構ね内容からしたらリーズナブルでいいと思います。このね雰囲気もねちょっと暗いから映りにくいと思うんですが、これもねなかなかええ感じなんですよ。どっかの料亭かね旅館みたいな感じでね。それでは明日からはまたお茶漬けに戻ります。最後までご視聴ありがとうございました。